この動画はアニコム損害保険株式会社の協賛でお送りいたします。ファーイ。ああ、おぽんぽん痛い。病気かも。あ、何言ってるの？かりんちゃん、昨日あんなにご飯食べたからじゃない。おいしい。今日は買い玉するぞ。スタッフさん、買い玉。にゃん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 。今日のカリの胃袋はブラックホールだ。のー、また波が来た。あの人バカなのかしら。かりんちゃん、食べ過ぎは良くないよね。かりんちゃん見て、よいしょ。チャイみたいに食事制限することをおすすめするよね。そうすれば健康的かつパーフェクトスレンダーバーディーになれる。ってかりんちゃんがいない。復活したよ。もう、かりんちゃんたら。あ、そういえばポンポン痛いで思い出したけどさ。ん？何を思い出したんだよね。もうそろそろアニコムさんの腸内フローラ測定の時期だね。あー、そろそろそんな時期だよね。説明しよう。腸内フローラとは、腸内に住んでいる細菌のこと。顕微鏡で腸の中を覗くとお花畑のように見えることから腸内フローラと呼ばれるようになったみたいだよ。人間の場合、腸内細菌は約3万種で、親や兄弟でも異なる腸内細菌を持っているそうなんだよ。なるほど。過去2回ぐらいやってるけど初めて知った。そしてアニコムさんが提供する腸内フローラ測定では健康チェックができるんだ。アニコムさんの腸内フローラ測定では4つのことがわかるんだよ。ふむふむ。1つ、腸内健康年齢。腸内健康年齢が若いほど健康と考えられているよ。チャイは永遠の22歳なの。2つ、あると嬉しい菌。腸内にあると嬉しい菌の紹介とそれらが腸内に存在するかチェックしてくれるよ。チャイの体はパーフェクトスレンダー菌でできてるの。3つ、腸内細菌バランス。同種の同年代の動物さんたちと比較してくれるよ。じゃあチャイの場合、広瀬すずちゃんとの比較かしら。やった、腎臓の調子。アニコム損保保有のデータから猫ちゃんの腎臓の調子を判定してくれるよ。腎臓チェックは猫ちゃんだけ。なるほど、それは気になるよね。数日後、この時がやってきた。さあ、アニコムさんから何か届きましたよ。おっと、腸内フローラのご案内。早速出てきた測定キット。変身用封筒も出てきた。おっと、腸内フローラ測定を迷わずにできるように分かりやすく親切にまとめたリーフレットだ。はい、ということで内容物は以上だよ。ワンダフォー。どうなっちまったんだ、仮の体は。本日2度目だよ。測定キットの中身はこんな感じ。採取するための棒が液体に浸かっているよね。そしてつまみの部分をこんな感じで引っ張ると液体に浸かっていた採取棒が出てくるという仕組みなの。さあ、スタッフさん、採取へレッツゴー。あー、なんだか恥ずかしいな。今回はかりんちゃんのを見せられないため、代わりにかりんとうをご用意いたしました。そして採取しやすいようにあらかじめお水をつけているため、表面がちょっとテカテカになっております。あー、なんだろうな、なんかわかんないけど恥ずかしいな。採取棒を突き刺し、軽くねじ回して先端のくぼみに付着するように採取いたします。あー、彼の一部を採取されてしまったよ。付
着を確認して採取棒をチューブに戻します。パチンとはまるまでね。そしてチューブを振ってんが液に浸るようにします。提出用の袋に入れてしっかり閉めて、返信用封筒に自分のご住所とお名前を書きます。あとは返信用封筒に測定キットを入れてポストに投函するよね。スタッフさん、我が子を頼んだよ。腸内フローラー測定の結果が出るまでアニコムさんについて説明しよう。あ、どうもカリンです。アニコムさんは彼たちも入っているペット保険の会社、保有契約数85万件以上で業界シェアナンバーワン。インスタでもし猫フォロワーさんにペット保険の加入可否アンケートでも最も多かったのがこのアニコムさんだよ。もちろんアニコム損保契約者は今回の腸内フローラ測定が無料でできちゃう。ワン、ツー、スリー、フォー。アニコムサンパウ。あれから1、2ヶ月後。あ、測定完了のメールが届いた。よし、まずはカリンちゃんの結果から確認するよね。あー、緊張するな。スタッフさんお願いします。まずは腎臓チェックの結果だ。どうだ。やった、平均的からとても良いになってる。素晴らしいよね。よし、今回とても良いになってから好きなおやついっぱい食べよっと。こらこら、ダメだよね。すぐにカニちゃん調子に乗っちゃって。獣医さんもね、猫ちゃんは高齢になると腎臓病を発症することが多いので、これからも生活習慣に気をつけて今の状態を保ってあげてくださいって言っているんだから。分かったよ、これからも引き続き頑張るよ。それでは次は腸内健康年齢だよね。これはきっと実年齢マイナス10歳ぐらいだと思うよ。カモンベイビー。ジャイちゃん冗談だよ、怒らないでおくれよ。それではカリンちゃんの腸内健康年齢はどうだ。実年齢誤差0ヶ月。まあいいでしょう。続いては腸内フローラタイプはどうだ。これも前回と変わらずタイプ6。まあいいでしょう。でもさあ、ちゃちゃん、カリ気づいちゃったんだよ。何を気づいたんだよね。確かに腸内健康年齢はさ、前回と同様プラスマイナス0歳だけどさ、菌種数の豊かさとビフィズス菌と乳酸菌の豊かさと加齢関連菌の少なさを表すグラフが前回よりも小さくなってるんだよ。悲しみだよ、カリの菌どこに行っちゃったんだよ。戻ってきておくれよ。カリンちゃん、そんなに心配することないよね。ほんとだよ。獣医さんより腸内健康年齢は実年齢誤差0ヶ月、腸内フローラタイプも前回と変わっていないので良い腸内環境を維持できていると思います。やった。平均より菌種数の豊かさ、ビフィズス菌と乳酸菌が少ないようですので、腸内環境を良くするフードやサプリメントで補ってあげることで腸内健康年齢がさらに若くなる可能性がありますとのことだよね。あー、よかった。よし、引き続き腸内環境を良くするご飯を食べ続けようっと。よし、次はチャイちゃんの腎臓チェックだ。よろしくだよね。それではどうぞ。うわー、カリンちゃんどうしちゃったの。チャイちゃんの結果が、もしかしてその驚きは。そうなんだよ。やっぱりそうなんだ。チャイの腎臓が美しすぎてエマ・ワトソンになってるんだよね。え？
だから前回はとても良いだったから今回はそれより上のエマ・ワトソンなんでしょ。じゃあ評価の順番は少し気になる平均的とても良いそしてエマ・ワトソン。わーい。それではチャイちゃんの腎臓チェックの結果はこちら。前回のとても良いから平均的になったよ。そんなはずないよね。ちょっとチャイちゃん落ち着いて。大丈夫だって。獣医師さんよりとても良いから平均的に変化しています。平均的に変化したことは腎臓が悪くなってしまったことを示しているわけではないので現時点では心配する必要はありません。生活習慣に気を使い現状を維持していくと良いでしょうとのことだよ。現状維持ってことは夜食は引き続き OK ってことだよね。よかった。キャイちゃん大丈夫？大丈夫だよね。ファイ？よかった。続いてチャイちゃんの腸内健康年齢はこちら。前回のマイナス4ヶ月からプラス12ヶ月になったよ。カリンちゃんが寝てからスタッフさんと2人でお夜食食べるのやめるよね。そういうことだったのか。これは天罰が下ったんだな。ちゃちゃんいい？獣医師さんより腸内フローラ検査ではマイナス4ヶ月だった実年齢誤差がプラス12ヶ月となり増加傾向です。フローラタイプも9から6に変わっていることから腸内フローラに何らかの変化が起きたと考えられます。腸内フローラは生活習慣や加齢により変化するので引き続きフードやサプリメント生活習慣に気を使ってあげてくださいとのことだよ。よし、これを機に生活習慣を気をつけるよね。切り替え早。よし、ちゃちゃん一緒に頑張ろう。もう全然合ってないよね。ちなみに猫ちゃんの腎不全を予防するための生活習慣とは塩分を控えた良質なタンパク質を含む食事を与えましょう。ビタミン D を摂取しすぎないこと。腎臓に負担をかけるリンの吸収を助けてしまうためだよ。ビタミン D はマグロやイワシ、サンマに多く含まれてるよね。飲水量、おしっこの回数をチェックしよう。飲水量の増加や匂いのない色の薄い尿が大量に出る場合、腎不全の疑いがあります。すでに腎不全または腎機能が低下している猫ちゃんの場合は身体の状況により適した生活習慣が異なるのでかかりつけの動物病院の指示に従ってほしいよね。そして今回アニコムさんのご好意によりこの動画の説明欄の URL から資料請求をした方に抽選で10名様に腸内フローラ測定キットをプレゼント。しかもなんとカリたちのオリジナル缶バッジもつけちゃう。いやー、そしてキャンペーン期間は9月28日月曜日から10月7日水曜日までだよ。なんか怪しい。それって保険に入らないといけないんじゃないの？ねえ奥さん、心配ですよね。ご安心ください。今回なんと保険に入らなくても OK だよ。でも腸内フローラー測定キットはプレゼントでも検査にはお金がかかっちゃうんじゃないの？ねえ奥さん、心配ですよね。奥様ご安心ください。なんと本来であれば保険に加入または1回8800円のサービスを無料で抽選10名様にプレゼントなんだよ。それならちゃえば応募するよね。いやちょっと、チャイちゃんはもう測定済みだよ。ファーイ。この動画の説明欄の URL から資料請求をした方に抽選で10名様に腸内フローラ測定キットをプレゼント。お申し込みはこちら。キャンペーン期間は9月28日月曜日から10月7日水曜日までだよ。重複のご応募や前回の資料請求から3ヶ月以内の方は抽選の対象外となるよね。欲しいからって10回も資料請求しちゃダメなんだよ。ワン、ツー、スリー、フォー。アニコム、アニコム、ジャンボ。この動画はアニコム損害保険株式会社の協賛でお送りいたしました。ファーイ。